沢部トロ一は、日本の政治家。反応市議会議員、埼玉県議会議員、反応市長を歴任。2019年春の叙勲で、朝日中受賞を受賞。反応自動車学校の設置者。一男四女の父。代々埼玉県反応市、岩沢の祖宝家として栄えてきた沢部家は、トロ一の祖父、沢部翔太郎が、入間郡、梶村の村長。 父の沢部博士が、反応庁の町議会議員を務めるなど、地域のリーダーシップをとっていた。反応庁立家事小学校の教員をしていた父の、校が1937年に、朝鮮全羅南道に、一家で出校し、巨文島の小学校に校長として赴任している中、1940年4月に誕生した。長兄が溶接していたため、戸籍上は、次男となっている。 数年後に全羅南道甲州市の学校に父が転勤したのに合わせて一家で転居する。4から5歳頃は近所の子供たちと朝鮮語で遊んでいて家族の通訳係を務めていた。1945年に父が召集され終戦を迎えると母、姉と3人で苦労しながら引き上げた。母まさはその時の苦労がもとで戦後すぐに亡くなった。 なお、母の実家である大野家を通じ、旧家の親戚多数。荒井慶三原反応商工会議所会答。元反応主義はいとこにあたる。父方のいとこに、上田宗永元日本オリンピック委員会理事がいる。また、妻の実家富田家も、川島町の旧家であり、既定の富田道彦は、同町の元教育長。地元の反応私立家事小学校、反応私立。 第一中学校を経て、独協高等学校に進学。さらに、中央大学法学部法律学科に進み、卒業後は埼玉県庁に就職した。その後、父が創業した反応自動車学校の経営に、携わるため2年で県庁を退職。地元では、反応青年会議所の理事長や、PTA 会長などを歴任、地域の活動に、 積極的に関わるようになる。また、持ち前の法律知識を活かし、調停委員としても活動する。こうした過程で、反応の保守勢力が実質的に統一され、保守、自民イコール、沢辺党とも言える、安定的な地盤を築き上げた。また、石井道子参議院議員や市川宗貞市長の、ラインである、保守本流を継承したため、左派勢力とは相入れないものの、 農村部や地域の有力者からは圧倒的に支持をされた。官報号外第14号2019年5月21日復活にあたっては警察の反対が根強かったが強力な警察上層部や県へのコネクションを利用して実現した。当初隣接の殴り村に環境省から応募への働きかけがあったが何の反応もなかったので反応しへ募集の話が回ってきた。 沢部市長が地元の国会議員を通じて環境省に働きかけ何とか応募でき実現した。ありがとうございます。